菅長官は沖縄県に駐留するアメリカ海兵隊の一部が移転する予定の施設などを視察する予定です。日米両政府は沖縄の海兵隊1万9000人のうちほぼ半数をグアムなどに移転することで合意しています。明日アンダーセン空軍基地などを視察するほか、海兵隊の司令官と会談する予定です。菅長官としては基地負担の軽減をアピールして普天間基地の辺野古移設に理解を求めたい考えです。